育園広場って何？在宅で子育てをしている方のためのかかりつけ保育園の登録制度です。かかりつけの保育園としてのあなたの育児とお子さんの成長を一緒に見守ります。保育園で気軽に子育て相談ができ、お子さんを気軽に遊ばせることができます。登録していただける園は1園ですが、登録していない園のイベントも参加できます。江東区の保育園では、在宅で子育てしている方のため、遊び場の提供や施設のイベントへのお誘い、子育て相談、食育・栄養相談、健康・保健相談などの子育て支援地域活動を行っています。その事業に、平成23年5月からマイ保育園登録制度を導入し、保育園でより気軽に悩みが相談でき、子どもを遊ばせることのできるかかりつけ保育園として登録できるようになりました。登録していただける園は1園のみですが、登録していない園のイベントにも参加することができます。登録は無料です。対象は江東区にお住まいで就学前のお子さんを在宅で子育てしている方です。ここからはマイ保育園広場の登録方法をご紹介しましょう。こんにちは。はい、こんにちは。今日はどうなさいましたか？今日は、はい、マイ保育園広場の登録がここでできるって聞いたんですけど、合ってますか？はい、こちらで登録できますよ。はい、では登録用紙にご記入していただきたいので、事務所の方にお願いできますか？はい。はい、可愛いですね。こんにちは。こんにちは。今何歳ですか？今1歳1ヶ月になりました。そうなんですね。ではこちらにどうぞ。はい、失礼します。お願いします。はい、はい、ではこちらの登録申し込み用紙の方にご記入お願いいたします。はい、お母様の名前から住所、連絡先、お子さんの名前とお願いいたします。はい、わかりました。実施園から登録したい園を一つ選び記入してください。記入終わりました。はい、ありがとうございます。それではマイ保育園広場のパスポートをお渡ししますね。はい、ありがとうございます。イベントの参加の際にはぜひお持ちください。はい、それとこちらはマイ保育園広場のご案内になります。はい、中に実施園が書いてありますので、また後でお家に帰ったらご覧ください。はい、あとこちらの方が記念品としてファイルの方も差し上げてますので、お家でお使いください。はい、ありがとうございます。登録した際に受け取るのが、マイ保育園広場パスポート、案内冊子、ファイルです。ではパスポートの説明をさせていただきます。はい、中を開いていただきますと、スタンプの欄があります。こちらにはイベントに参加の際にはスタンプをさせていただいてます。で、次のページには身長体重を記入する欄があります。はい、保育園で身長体重も測れますので、はい、その際にはこちらに記入いたしますので、ぜひ忘れずにお持ちください。はい、わかりました。ありがとうございます。これで登録は完了いたしました。何かご質問ありますか？はい、マイ保育園広場ってどんなことができるんですか？子育てで困ったことや悩み事があったらいつでも相談できるんですよ。来園されなくても、はい、お電話での受付も行ってます。一緒に子育てをしていくことがかかりつけの保育園になってるんですよ。そうなんですね。育児相談ができるんですね。はい、それはとてもありがたいです。マイ保育園広場に登録すると、登録保育園が行っている遊びや行事の招待、保育園から子育てに役立つ情報の提供、食育・栄養などの相談をすることができます。マイ保育園広場に登録している区内保育園のイベントの様子をご紹介しましょう。こちらは塩浜2丁目の塩崎保育園です。
この日は月に一度の園庭開放、日向ぼっこの日。近くに住む親子がたくさん訪れていました。新型コロナの感染予防もしっかり行っています。来園時にマイ保育園広場のパスポートを提示するとスムーズに参加できます。この日初めてマイ保育園広場に来たというこちらの方はその場で登録を行っていました。子供がこっちでいいんですかね、はい、ね、今ねコロナだしあんまり出かけられないからもう2人で公園とかばっかりなんで ありがたいですよね。塩崎保育園の園庭開放は午前11時30分から1時間。園庭では子どもたちがおもちゃを使ったり乗り物に乗ったり自由に遊ぶことができます。天気がいい日には読み聞かせをすることも。親子で楽しい時間を過ごすことができます。在宅の子育てをしている方とか地域の方に保育園のことを知っていただくということもありまして、その遊び場というか提供しております。でもちろん職員等もいますし、我が家は看護師等もいますので、もちろん栄養士等もいますので、なんかこう食事離乳食についてのご質問なり育児についてのご質問は皆さんプロ級なので職員が答えているようにしています。同じ年頃の子供を持つお母さんの交流の場としても役立っています。すごい先生に誘っていただいて今日来たんですけど、すごいいいと思います。同年代の子供とかと会ったことが合わないので、生まれてからもうすぐなんかコロナになっちゃったので、なかなか遊びに行く場所もいつも決まっているとこしか行けてないので、なんかたまに違うとここういう風に遊べるっていうのはすごくありがたいなと思って、子供も楽しそうなのでなんかアレルギーとか結構なんか卵で出ちゃったりするので、なんかそういう食べさせ方とか、あとはなんかすごいよく食べるのでどこまであげたらいいかとか、そういうのもちょっとかですかね。はい、普段入れないというか来たことなかったので面白かったですね、とっても、うん、なんかああいうこう木橋の遊ぶ遊具とかまだできないかなと思ったんですけど、案外できたりして、なんかこう子供のこう成長というか、ね、そういうのも見れて良かったですね。マイ保育園広場登録保育園の園庭開放などイベントスケジュールは区のホームページからマイ保育園広場のイベントカレンダーをご確認ください。マイ保育園広場では在宅であっても安心して育児ができるよう講習会や講座、イベントも実施しています。その一部をご紹介しましょう。まずは相談の多い離乳食などの食育・栄養の相談です。大島7丁目の輝き保育園では栄養士による栄養バランスの取れた食事の提供、アレルギー対策などに力を入れている保育園です。その特徴を生かし調理方法などを保育士・栄養士・調理師に気軽に相談することができます。ここからは皆さんも一緒に食育イベントに参加してみましょう。こんにちは。こんにちは。うちの子供の食事について相談があるんですけども。輝き保育園の園長の佐藤です。今日は保育園で食育活動栄養相談のイベントがあります。どうぞお2階の方にお上がりください。輝き保育園副園長堀越です。マイ保育園広場では食事や栄養に関して
栄養士や保育士の観点からもサポートさせていただいております。皆様がお悩みになる離乳食の進め方についてや、どのぐらいの量をあげればいいのか、好き嫌いがある子にどのように食事をあげればいいのかなど、調理の方法や工夫を保育園にいる栄養士または保育士と相談していただけます。今回は保育園の栄養士に、お子様が食べておいしい、体に優しい、そして短時間で作れる、お母さんにも嬉しい、ご家庭で簡単にできる離乳食のコツやポイントについてお届けいたします。それでは栄養士さん、お願いします。はい、わかりました。輝き保育園栄養士の織弓美希です。今日は私たちの保育園で使っている出汁の取り方についてご紹介いたします。私たちの保育園では鰹節を使って取る鰹出汁と、昆布を使って取る昆布出汁を主に使います。なんで昆布出汁と鰹出汁を使うんですか？お魚のアレルギーがないことが確認できるまでは昆布出汁を使うようにしています。何かと使える出汁ですが、毎回この作業をするのはとても手間がかかります。そこで今回はこちらを使います。製氷皿です。こちらに出汁を流し入れて冷凍しておけば、いつでもすぐに使いたい量だけ使うことができます。とてもおすすめです。出汁を取り冷ましたら、製氷皿へ適量入れていきます。冷凍庫で凍らせたら完成です。こちらが凍らせた出汁になります。ここから取り出せばすぐに解凍して使うことができます。出汁は普段の食事にも使えるので、常備しているととても便利です。それでは次に、離乳食には欠かせない野菜の煮込みについてご紹介いたします。今回は月齢にもよりますが、コロコロ野菜を使用していきます。月齢に合わせて大きさを変えていってください。スティック状のが食べられるお子さんはスティック状にしていただいてもいいと思います。人参でも葉物野菜でも同じようにしていただければいいと思います。茹で具合は月齢に合わせて柔らかさを調整しましょう。煮汁はスープにも使えます。煮込んだものはこのように小分けにして冷凍しておくと時短にもなります。ぜひご家庭でも試してみてください。作り置きには大根、人参、小松菜などの野菜がいいでしょう。小分けにすると時短にもなります。凍らせた出汁と野菜を組み合わせて温めれば、簡単に時短料理の完成です。味付けせず、そのままでも食べられます。いかがでしたか？他にも今回紹介できなかった献立や食に関してのいろいろなアドバイスができるイベントもたくさん企画してお待ちしております。ぜひお近くのマイ保育園登録制度実施園までお問い合わせください。皆様のお越しをお待ちしております。続いては健康についてです。秋から春にかけて流行しやすいのが胃腸炎です。原因は吐き気などを伴うノロウイルスなどがあります。今回はその対処方法をご紹介します。上等保育園の黒岡です。秋から春にかけて流行する胃腸炎があります。お熱が出ることもありますが、吐いたり下痢をすることが主な症状です。子どもの胃腸炎はほとんどがウイルス性です。病院に行くとお腹の風邪、急性胃腸炎、感染性胃腸炎などと言われます。大人もかかることがあるので注意が必要です。何回も吐くことがあるので、吐いた後30分ぐらいは様子を見ることが大切です。吐くものを受ける入れ物を準備しておくと後片付けが楽になります。入れ物にビニール袋をかけておくことで、さらに片付けが簡単に手早くできます。保育園では
洗面器にビニール袋をかけたり、このような紙パックにビニール袋をかけたりして使っています。嘔吐物に直接触らないようにビニール袋をかぶせた洗面器などを利用しましょう。その他、紙パックなどを使うとそのまま捨てることができるので便利です。お子さんが吐いた後は何も飲ませずに30分ぐらい様子を見ましょう。吐きそうな様子がなくなったら、湯冷ましやお茶をスプーンで一さじずつ飲ませましょう。一度にたくさん飲ませると吐き気を誘うことがあるので注意します。オレンジやグレープフルーツなどの柑橘系のジュースや牛乳は吐き気や下痢をひどくすることがあるので避けましょう。ここで知っていると安心なお尻の洗い方を教えてもらいます。簡単なお尻の洗い方をご紹介します。必要なものを準備します。ぬるめのお湯を入れた空き容器、新しいおむつ2枚、お尻を拭くタオル、ワセリンです。おむつをしているお子さんが下痢をするとおむつかぶれになりやすいです。できるだけこすらないようにきれいにすることが大切です。このような空き容器にお湯を入れて、おむつの上で洗い流す方法があります。それでは始めます。新しいおむつをお尻の下に敷きます。片手で足を押さえて、下痢のうんちがついたところにお湯をかけて洗い流します。タオルで押さえるように拭きます。ワセリンを薄く塗ります。お尻に敷いたおむつは捨てます。新しいおむつをつけて終わりです。お子さんが下痢をしている時のお風呂の入り方についてお話しします。下痢をしている間は家族が入った後にシャワーだけにします。もし湯船に入る場合は同じお湯に他の人が入らないようにします。お子さんの年齢に合わせて別のたらいを用意するなど工夫しましょう。下痢をしているお子さんに使ったタオルやバスタオルを家族で一緒に使うことはやめます。シャワーができない場合はお尻だけでも洗うと良いです。マイ保育園広場では様々な健康や育児の相談も受け付けております。お気軽にお越しください。待ってます。マイ保育園広場の登録手続きをもう一度おさらいです。1、実施園から登録したい園を選ぶ。区内の158園からお選びください。 2. 選んだ保育園で登録用紙に記入。来園の際には事前に連絡をしておくとスムーズです。対象は高等区内にお住まいの方、就学前のお子さんを在宅で子育てしている方です。登録は無料です。出産を控えている方のためのプレ登録制度もあります。登録方法はマイ保育園広場と同じです。出産前の不安なことや気になることなど気楽にご相談ください。保育園の様子やイベントなどを見学することができます。ぜひご利用ください。マイ保育園広場実施園には子育て支援アドバイザーがいます。保護者の方々に子育てニーズに合わせた行政サービスや情報を分かりやすく紹介しています。お気軽にご相談ください。